長崎新地ターミナルは、長崎県長崎市新地町にある、長崎自動車のバスターミナル、長崎自動車本社。メインテナントは、イオン長崎店。当項目では、イオン長崎店についても記述する。長崎バスの主要路線の起点、かつ、本社ビルである。かつては、本社ターミナルと呼称され、方向幕や系統図も、本社前、長崎バス本社前。 長崎新地と表記されたこともあったが、1994年7月より、長崎新地ターミナル表記に統一されている。バスターミナルには、n タスティカード、定期券の発売窓口があるほか、5つのホームがある。車庫機能はないため、車両や乗務員は、周辺の車庫や松が枝営業所にて待機する。運用開始当初は、手動で発車案内を行っていたが、 路線の増加に伴う案内の煩雑化により自動案内が導入されている。長崎バスと沖電機工業で全国発となるバス発車全自動案内システムを共同開発し、1987年2月2日より運用を開始した。各ホーム入り口上部に設置された LED 発車案内と自動放送で次に発車する便の案内を行い、 発車時刻が来ると発車ベルが流れる。一般路線バスのほか夜行高速バスが発着する。ホームと待合室は自動ドアで仕切られており、ホームにバスが到着するとドアが開いてバスへ乗り込めるようになっている。営業時間は6時30分 -2200。N タス T カードの自動積み増し機も1台設置されている。ターミナル内で取り扱うのは 始発バスと夜行高速バスの発着のみで、新地ターミナル泊まりの校舎は隣接するバスターミナルホテル前の路上で取り扱う。また、バスターミナル外にもバス停が設置されており、新地ターミナルを経由地とするバスが発着する。ターミナル始発路線の多くと運行区間が重複する、ここを区域と県庁方面は道路の向かい側にあるバス停を使用し、 その他の路線はすべて隣接する、歩道上に設けられたバス停から乗車できるようになっている。長崎空港へのリムジンバスは一時期バスターミナル、発着であったが、長崎、出島道路開通後は新地が、始発地でなく、経由地になったため、バスターミナルへは、乗り入れず道路上停留所での乗降となる。乗り場は、長崎バスターミナルホテル前の、新地ターミナル行き降り場を兼用し、 待合所がホテルロビー内に設けられている。また近くには長崎電気軌道の新地中華街停留所も一致している。うちは停留所1、内は案内所の停留所名。なお、各ホームの使い分けはある程度路線別になっているもののダイヤによって他のホームからの発車もある。イオン長崎店横と港公園前の停留所は 毎年冬に長崎ランタンフェスティバルが開催される際には休止となる。イオン長崎店は長崎自動車本社ビルの代表テナントである。大英時代の店番号は0476。1969年より出店計画の話し合いが行われ、1971年2月に出店が決定。長崎自動車本社ビルを増築して11月にオープンした。 2015年9月1日にイオン九州に同店の営業権が承継され、イオン長崎店に名称変更した。大英時代の開業当初は長崎ショッパーズプラザが名称だったが、さきの名称は公式には使われず大英長崎店の名称を表向きは全面に出していた。出店全店舗一覧は公式サイトフロアガイドを参照。ありがとうございます。